サリカー、本日川島ですね、バンコクに来ております実は昨日ですね、深夜の2時まで仕事してまして、で1時間3時まで仮眠をして、で今、11時前ぐらいに、10時40分に到着しましたんで、うん、あすごい、途中でちょっとね仮眠しちゃったんですよ、ね、あ、はい、15分ぐらい、いやもうしてください、間に合うかどうかは分かんなかったんだけど、間に合ってですね、無事に、バンコクに到着しております。はい、今日はですね、川島の竹チャンネルで、実はひろこさんが結構人気でですね、っていうのはやっぱり、ひろこさんもね、YouTube チャンネルをね、やってらっしゃって、で、まあ僕もやってて、大体年齢層が同じぐらいの方が多いんですよね。はい、だから、例えば、チェンライの松さんとか、あ、そう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 、やっぱりね、皆さんこう、大体同じようなところを見てらっしゃるんで、ですから、まあ僕の視聴者さんの方で、ひろこさんと、対談しますって言ったら、おーっていう声が。光栄です、光栄です。わ、嬉しい。上がりました、上がりました。本当に、ありがとうございます。見てる層が大体同じぐらい、ね。はい、あ、嬉しいです、嬉しいです。はい、あ、なんか、嬉しい。はい、ありがとうございます。今日はですから、ひろこさんをね、招きまして、タイのね、移住対談を、はい、やっていきたいと思います。で、今回はですね、まあ、いつもの通り、10個の質問を川島用意させていただきました。はいはいはい、それで、まあ、ひろこさんも僕も配偶者がタイ人ということで、そうですね、はい、はい、ですからまあそれにまつわる質問をね、ちょっとしていきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしたらですね、最初に簡単な自己紹介をお願いできるんだと。はい、はい、サワディーカー、サワディーカー、皆様よろしくお願いします。メソッドチャンネルを配信してますひろこです。妻の方のひろこです。はい、夫と2人でやってるんですけれども、はい、今夫瞑想堂にいるのでね、今回ちょっと会いたかったです、ね、残念ですけど、はい、でも今回近々ですね、はい、なんとか瞑想堂の方に、ね、はい、行きたいとも思ってたので、うん、ひろこさんは YouTube チャンネルをやってらっしゃいますけども、どれぐらいもう、やってらっしゃる。コロナで失業して、あ、それがきっかけなんです。もうコロナ失業者、はい、瞑想堂でずっと働いてたんですけど、まあ、バンコクでも働いていて、結婚して瞑想堂に移住してからも瞑想堂の日系企業で働いてた、はい、それすごい珍しいですね。珍しいでしょ、あんなところに日系企業があるなんて。すごい。だから、ね、やっぱりそれもタイ語が堪能でタイ文字も読めてとかっていうのもあって、うん、はい、やっぱり雇われるってことですよね。そうです ね、もう一つはバンコクの時の評判が、まあ、この業界でちょっと私名を馳せていて、実はそれに関する業界だったんです、そのメソッドにある会社が。だからそしたらバンコクからそのメソッドに移住する人がいると、はい、その人はバンコクで仕事をちゃんとやってた人だから、はい、その人を雇うといいよって言って、向こうの社長さんがもうすぐメソッドにいるんじゃなくて、その社長さんはバンコクにいて、はい、バンコクと日本行ったり来たりして、うん、メソッドも運営されてたんですけども、うん、自分が行くのすごい大変って言ってて、うん、じゃあもうそこの支店長になってください、日本のお客さんも当然そこのお仕事関係でついてるし、うん、出張者も来るし、はいはい、でそういう拠点長仕事、スタッフは100人ぐらいいましたよ。すごい、すごいですね。じゃあもともと瞑想堂っていうのは旦那さんの実家っていうか、そうなんです、はい、生まれ故郷みたいな場所なんですね。はい、あ、なるほど。で、夫と知り合って、うん、夫が来年瞑想堂に帰るって言った時に、はい、実はその時から、あ、瞑想堂って聞いたことあるぞって、うん、その業界の中では、その、アパレルの産地なんです、ね、瞑想堂って。で、日本向けの商品言っていいのかな、日本向けのもし差し支えあったら、はい、後でカットしていただきいいんですけど、はいはい、バンバンに作ってるのが瞑想堂なんですよ。で、瞑想堂が一大産地になっていて、タイの、まあ、バンコクにその工場が、その編み立てっていうか編む工場があったとしても、はい、
れもう退陣できないんですよ。退陣はもうあの器用さがなくてできなくて、タイの人、うん、でもできない。それでミャンマー人を使ってるんですけども、メソッドはそのミャンマー人がいっぱいいるから、それをドサーッとメソッドに持ってって、メソッドでメソッド自体でその編み立てからもう一貫工場っていうのもあるし、あ結構そのね、もう本当一大産地、あの産地、知らなかった。だったらメソッドのことを知ってるかもしれない。あ、なるほどね、うん、はい、でも、うん、その時からメソッドはメソって呼ばれてたんです、日本人の間で。メソッド、日本人がメソッドって言えなくて、言えなくて、そうメソッドって、メソッ、メソッ、メソじゃなくてメソッド。だから私自分のチャンネルやるときにメソとは言わせない、メソ私がメソと有名にするんだって、メソとって長く伸ばす、メソじゃなくてメソってやってたらだいぶあの浸透してきた、浸透してきた、うん、メソって今言う人あのネットの中でもいない、みんなあの国境の瞑想度に来ましたってなってるから、うん、あよかったっ、もうやった甲斐があります、瞑想っていう人いなくなったよかったって、まあ、そしたらあの、うん、あれですね、ここからあの10個の質問を一つ一つ、はいはい、やっていきたいと思いますので、まず、一つ目がですね、タイとの関わりはいつ頃からなんですか。古いですよ、はい、私、はい、あの最初の夫と結婚して、はい、それで夫日本、日本の日本人、日本人、日本人の最初の夫と日本で結婚して、はい、その夫がタイの駐在になったんですよ。あで駐在夫人で来たのが初めてなんですね。あでも正確に言うと2度目です。あ一番最初は父の仕事の関係で私インドに住んでたんですね。でインドって何にもない国なんですけど、うん、あのインド行った方はよくご存知だと思うんですけど、うん、まあなかなか大変な国なんですよ、うん、であのその父は総合商社に勤めてたので、はい、1年に1回会社からご褒美旅行っていうのが出るんですね。で家族を連れてその海外旅行って、はい、でその海外旅行先がその時は、バンコクとシンガポールだったんですよ。うーんで、バンコクに来た時にあこんな天国みたいな国があるんだって、うんうん、昔のバンコクまだ今よりもビルが少なくってまだヤシの木がいっぱいあって、それこそクルンテープの時代、本当クルンテープの時代、ね、でワットプラケオとか、はい、まあ、パタヤビーチとか行ったんですけど、パタヤビーチも綺麗で当時はね、はい、うん、それ何年前ですか。小学校の時だから何年前、50年前、すごい50年前のバンコクは素晴らしい、来たことがあったと。そう、50年前でも だからもう私の中ではいやタイはもう天国のような素晴らしい国っていうイメージがイメージがなってたんです。で2度目にそのあ2度目っていうかその結婚する時に夫がバンコクに行くってことになったんですね、はいはい、で親戚が、うん、なんて危なっかしいとかってみんな言うんだけど、私はあんな天国みたいな国ないから一緒に行きたいって言って一緒に来ました。じゃあ駐在夫人からスタート、まあね、その前は、ね、まあ、暮らしは最初はあの旅でしたから ね、 旅でね、家族旅行で。なるほど、じゃあきっかけはそういうところから始まって、はい、元々そうです、もともとバンコクのイメージがむちゃくちゃ良かったです。ああなるほど、もうこんなねビルばっかりねなっちゃってなっちゃったけどね、びっくりですよね。びっくりです、その時から、はい、イメージとはびっくりですよね。はい、うん、50年前のバンコク知ってますからね、私は ね、 ね、うん、すごい貴重な話をまた聞けましたねありがとうございます、はい、でまあ、日本とねタイにこうお住まいになってきたじゃないですか、はい、で逆にあれですか、もう日本の方が短くなっちゃったとか。そうなんですよ、私もともとなんかあの父の仕事の関係でインドに長かったので、あじゃあ日本に、日本に暮らしてる期間が短かった。本当に短い、はい、あの生まれてすぐまずインド行って、で幼稚園の時に日本に戻ってきて、で小学校でまた行って、でまた中学校で行くみたいな感じで、もう父の転勤すごかったんでね、はい、でも父が海外転勤ってなるとインド の、 その当時はカルカッタだったんですけど、カルカッタとかボンベイとかニューデリーとか、インドの中のインドのエキスパートだったんです父は。だからインドの中でこうずっと駐在していたんですけども、まあまあその駐在の間私たちの家族までこう行ったりとかね、はい、で
ったので日本で暮らす時期が短かったです。ということは日本の良さもまあ当然あるんだけども、こう日本とタイとこう住んでみて、まあ、それぞれ逆に言うと、まあ、タイの良いところ聞いたことある、良いとこ悪いところっていうか、まあ、悪いところっていうよりも、まあ、自分の 中で日本と比べてみて、はい、ちょっと教えてもらって。私の中には、はい、日本があってインドがあって、はい、タイがあるんです、はい、他の方は日本があってタイがあってタイは下の方って見るでしょうけど、私は日本があってインドがあるから、はい、タイはインドに近いんじゃなくて日本に近いんですね。うーん、もうそこがね、あの皆さんとこのメモリが違うんです。だからタイは私にとっては全てがよく見えてしまう。もうあのインドに比べたら全てがいいになっちゃってて、まあ、衛生面とかね。そう。で日本に比べたらあのいろいろありますよ。でも日本に比べたらタイよりもひどい国って多分インドだけじゃなくて、いろんな国あると思うんですよね。はい、まあ、そうですね。ね、そうやって考えたらタイはもうこれ日本、逆に言うと日本がこう上っていう感じはそのどういったところですか、衛生面とか。日本はやっぱりインフラが整ってる。うん、まあ、あの雨季で洪水とかなかなかない、まあ、最近はね、あの突然のすごい雨でね大変ですけど、まずあの道路をどこも通ってるし、まあ、タイも通ってるけど道路の質が違う、うん、それから歩道が綺麗、日本は、うん、タイは歩道を歩いてたら膝が痛めますからね、いくらバンコクでも。くじきますよ、ね、くじきますくじきますこんな人に親切じゃない作りなんてもう日本じゃ考えられないじゃないですか。まあ確かにね、うん、そういうとこ対話やっぱり遅れちゃってるなと思いますね。あとじゃあ逆に言うとこう人間性みたいなところはどうですか。タイ人はおおらかですね。おおらか、うん、日本人は真面目、ま、ね、真面目、はい、でもその、ま、真面目がゆえにっていうのもたくさんやっぱありますよね、タイと比べると、ね、うんうん、私そう、この話したかった、はい、私はタイ人と日本人の夫と別れて、はい、でタイ人と結婚してるから、はいはい、あの皆さん割とあの日本人と、あ、まあ、好きじゃなくってタイ人が好きなのかなってこう思われるんですけども、はい、心の中ではいや、はい、違うのよって、私ご縁がなかっただけで日本人の男性と、あ、心の中ではやっぱり日本人が一番、やっぱり世界の民族の中で日本人女性に合ってるのがやっぱり日本人男性だと思うんですよ。うん、で日本人男性がだらしないから日本人の女性はどんどん外に行っちゃうとかって、まあ、言う話もあるけど、はい、そんなの関係ない、縁があるかないかだけなんで、うん、いい悪いじゃないんですね、縁があるかないか、うんうん、で好きか嫌いかって言ったら私は日本人男性の方がある、ね、お好きっていうか、まあ評価する、あ、評価する、うん、なるほどなるほど、はい、まあ、その辺の話もちょっと後でもうちょっとまた、はい、あれですけど聞いていきますけど、まあ、とりあえずは今そんな、ね、そうですね、感じで、はい、じゃあ3つ目の、ね、質問ですけども、まあもうなね、タイでこれだけ長く住まれてて、うん、日本の方が逆に全然短いということなんですけども、日本へ帰るっていう選択肢はもうじゃあ逆にないっていうことですか。いや、そうでもないんですよ、もし夫に万が一のことがあったら、はい、私も夫にも言ってあるんですけども、はい、もし万が一のことがあったら私はタイで暮らさないって、全部家も売って、はい、うん、あのお母さん、もしその時にお母さんがまだね、あの生きていたらお母さんにあげるし、はい、あの自分はその必要な分だけもらって、はいはい、それであの日本に、日本に戻る、日本に戻ると、あなたのいないタイはタイじゃないって言って、うん、なるほど、でも僕自身もですね、実はあのどこに住んでもいいタイプです、うん、だからタイが、まあ、とりあえずタイは好きなんだけど、その風土とか人間性とかいろいろ好きなんだけども、まあ、僕の場合は、まあ、ファミリーがまあ一緒であれば。そうですよね、うん、お子さんいらっしゃるからね。あ、そうですね、うん、まあ、ファミリーが一緒だったら、まあ、どこでもいいかなっていう感じがあるんですけど、一応嫁さんが日本はやっぱりいろいろ物が高かったりとか、ね、果物が自由に買えなかったり、まあ、いろいろ友達の話もよく聞くわけですよね、日本に行った奥さんとかね、いろんな話を聞いて、やっぱり日本に暮らすよりもやっぱり慣れたらタイに住みたいっていうことで、うん、まあ、今タイに住んでるっていうことではあるんですけど、はい、僕自身はどこでも行っちゃう、どこでも、自分は結構ね、なんていうのかな、自分で居心地のいい場所を自分で探すみたいな、はい、その国であったりもそうだけども、はい、家もそう、家も変わってもどこでも自分の居心地のいい場所を作っちゃうっていう、うん、
タイプなんで、だからどこでもいいっちゃうんだけど、川島さん、うん、ビジネスもされてね、本当すごいですよね。いやいや、まあタイのビジネスはね、嫁さんが中心となってとやってますけども、そうそうそう、それがだからタイ人の配偶者がいるいいところですよね。あ、そう、日本人一人でやるとなるとやっぱり7人の人が必要で、今5人かな、なんか4人になりました。株主は何？やっぱ昔から知られてるから多い人数だった時あったと思う。あったあった。まず株主は 7人でしょ。あ、全然違う。で、従業員は5人以上だったかな。あ、今4人になりましたね。よかったよかった。配偶者になるとそれ2人で行くんですよね。うん、そう、それがね、もしタイでビジネスをするんだったら、その配偶者がタイ人だとやっぱりやりやすいってなりますね。もうコストが全然違う。さあ、そう、確かに、うん、これはありがたいことですね。まあ、これ今やいろいろ、その日本へ帰るっていうのは、まあ健康面とかっていうよりも、その旦那さんがいない、いないタイはタイじゃないから私は帰るっていうだけ。そうそう。あ、なるほど。またこれまた面白い。はい、うん、貴重なお話ですね。ありがとう。タイが好きというよりも、私は夫が好きでタイに住んでるので。聞きました、皆さん、皆さん聞きました、ちゃんと。タイも好きですよ、これだけ住んでたからね。でも私がタイに来た時っていうのは、最初に来た時は27歳だったんですよ。でしょ。で、今もうそれから33年経って、私も還暦でしょ、はいはい、そうなってくると、これからのまた何十年間っていうのは、このタイどうなんだろうなって。夫がいるからいいけど、家族がいない方で、例えば60ぐらい、だ、松さんすごいですよ、話変わっちゃうけど。だから松さんすごい。あ、松さんね、本当、その日本人で移住する方って、ほら、だいたい配偶者の方で、タイ人で、それがきっかけで奥さんのふるさとで住んでみたいっていうのがあるけれども、まあ、ね、僕みたいなタイプが多いです。そう日本人一人でそんなやるなんて、私20代の時だってそんなことしなかった、ね、私は夫が駐在になるからついていっただけで、自分からタイに行こうっていうのは別になかったんですよね、うん、はいはい、うん、だから松さんにもぜひ次回対談を。私も本当尊敬しますよ。話しとれちゃったけどね、じゃあ次のね、質問4つ目です。はい、はいはい、お互いタイ人の配偶者ですが、慣れ初めを慣れ初めを、はい、簡単でいいですよ。あんまり難しい話じゃなくて、私たちの慣れ初めはすごく変わってます。聞きましょう、聞きましょう。とっても変わってます、はい、人には勧められない出会い方をしました。オンラインで出会いました。ゲーム好きなんですか。昔ね、私は本当はゲームなんか好きじゃなくて、はい、ゲームとは縁がない人間だったんですよ。で、バンコクにいた時に、はい、私、まあ、ちょっとあれだけど、社交ダンスやってて、はい、そういうの、トンローにあるノンタリットダンシングスクールって、はい、そこにずっと通って社交ダンスやってたんですよ、はい、で、まあ、社交ダンスで男女でやるから、はい、ペアの男の子がいて、その男の子が27歳だったかな、当時27歳ぐらいの男の子で、はいはい、だから10年以上前ですよね、はい、で、まあ、練習とかした後に、はい、ご飯一緒に食べに行ったりとかね、うん、お腹すいたら私を奢ってあげたりとかしてたんですけども、うん、そんなこんなしてるうちに、自分はそのゲームが大好きで、はい、彼結婚してたの、はい、で結婚してて、うん、奥さんがダメだって言うんだけど、自分はゲームが大好きで、うん、一緒にやってくれないかって言われて、うん、ってでも、知らないけどって、まあ、教えてもらったんですよ、はい、で教えてもらったそのゲームで、はいはい、彼は真面目にやらないから、うん、一緒にやるときは一緒にやるけれども、なんていうのか、ほっとくわけですよ、自分のキャラクターを。で、私は強くはないんだけど、毎日クエストっていうのをやっていて、レベルアップしていっちゃったんですね。そしたらある時彼を超えちゃったの、はい、なるほど、ちょっと超えちゃった、はい、そしたらむちゃくちゃ怒られて、お前なんでそんな超えてとかって、ちょっと喧嘩しちゃって、で、私せっかくレベルアップして、なんかちまちまやって楽しいところだと怒られちゃったから、うん、もう彼と遊ばないって、もう社交ダンスはやるけど、うん、こんなゲームまで付き合わないって、うん、ポンってなっちゃって、はい、で、一人でそのゲームのフィールドを歩いてたんですよ。そしたら今の夫と知り合っちゃった、ゲームの中 で皆さん、チャンスありますよ、ゲーム。ゲーム。そう。で、質問されて、うん、で、
なんていうの、タイ語で、当時のだからタイ語でこう返事して、サワディーカーとか返事して、はいはい、で、あの、実はそういうことは、あの、ゲームの中で男の人に声かけられるっていうのはもういくらでもあるんです。うんうんうん、で一人でふーってやってると、どっから来たの、何歳、何やってんのって言って、いくらでも声かけられるんですね。はい、で、まあ、声をかけられて、何歳って言われると、うん、実はそのゲームの向こう側の人たちって、ガキンチョなんですよ。中学生とか。あ、うん、ほとんどがね。ほとんどが。ほとんどがガキンチョで、うん、で、あの、そうだよね。インターネットカフェとか言うと、ガキンチョしかいないですよね。丸坊主の男の子たちがもう夢中になってやってるでしょ。そう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 。でしょ、あれあれ、ああいう子たち、これね、これね、あ、そう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 、こういう子たちが、こういう子たちが、そう、こういう子たちがゲームやってるんです。でそこに私が、10年前の私がゲームをやってるわけですよね。まあ11年前の私、はい、そうで、あの、何歳って答えられて、言われて、で最初なんか、この人たちきっと中学生だから、うん、30くらいって言っとくかって、どうせ分かんないからって、知らないだろうかって、30とかって答えると、さよならってピュッて、ピュッて消えちゃうんですよ。パーンって消えちゃうんですよ。で、やっぱり傷つくの、私も。それで、だんだん値段、あの、値段じゃないや。値段は下げちゃダメですよ。値段は下げちゃう。年齢落としていって、27歳ぐらいまで頑張ってたんだけど、うん、まあでもそれでも太刀打ちができない。中学生たち、みんな厨房だから。でも、もう諦めて、うん、夫から何歳って声をかけられた時に、うん、あ、私、あの、50過ぎてるのって答えたんです、はい、初めて自分の年齢を夫に言ったんです、本当のね、うん、そしたら、あ、いや、ぜひ会ってみたいなって言われて、で自分はその若い人にしか出会わなくて、ゲームの中で若い人にしか出会わなくて、年上の人を探してたんです、で年上の人と知り合いたくって、あの、友達になりたくって探してるんだけど、なかなか出会えなくて、うん、あ、会いたい会いたいって言われて、その時はあれですか、もうに日本の人だってことはもう分かってた、分かってました、会話をしながらゲームをしながら遊びながら、でもすぐ電話番号教えてって言われて電話するようになって、それから会いたい会いたいってなって、だからまあ引っかかったって言えば引っかかったのかもしれないけど、夫はもう最初から、うん、あ、なんていうのかな、私の本当の年齢言っても別に おじけづかないし、で、あの、会いたいって言って電話もかけてきてくれたし、で、まあ、で、会ったんですよ、はい、うん、そしたら、あ、もう一目惚れしましたって言われて、なるほど、11年前の私可愛かったんですよ、まだ、いや、っていうか、若く見えますよ、本当に、うん、いや、これ本当に冗談です、うん、そうそう、その時も言われた、50歳には見えないな、いや絶対そうだと思います、夫、その時32だったから、うーん、それで自分は来年メソッドに帰るんだけど、仕事辞めて帰るんだけども、はい、あの、結婚全然付き合ってくれませんかってすぐに言われて、で私も考えたんだけど、今の会社に、だから51ですよ、うん、今の会社が4年経ったら定年になる、うん、で、この夫と、夫は、まあ、中卒っていうか、まあ、夫は本当は小卒なんです、うん、中学ちゃんと出てなくて小卒で、うん、学もないし、うん、その田舎者だし、うん、なんてことのないこの人が私と結婚しようと言って、うん、これが一度目の結婚だったら私はできなかったけど、うん、私一回離婚してるから、うん、バツ1もバツ2も同じだなって考えちゃったんです、うんうんうん、1罰したんだから2罰も3罰も4罰も同じだと、でもういい年だから、うん、私はもうここで選ばずに、うん、この人とちょっと人生を歩んでみてもいいかな、いいかなって思っちゃった、思った、私が選ぶ権利が、50も過ぎた女が大臣に言い寄られて、うん、私は選ぶ権利ないなって言われたところにこう入って乗っかっていって、うんうん、で彼は、あの、結婚、ちゃんと結婚するから、うん、そしたら君がずっとタイにいられるよって、うん、で、また自分は何も持ってないけど、それを君にプレゼントしたいって言われたんです、うんうん、だからビザをプレゼントしたいという意味ですよね、そう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 、で、あの、で、その今の会社はあと4年後ぐらいに辞めることになるんだろうなと思って、会社の社長にね、相談したんですよ、はい、あの、私が定年になったらどうなりますかね、その後って言ったら、はい、まあ、頑張ったあと2年かなって言われたんですよ、だから、うん、あの、定年後あと2年ぐらいで、まあ、ちょっとお辞めくださいってなってたんです、うんうん、で考えたら、あ、そしたらその時点で私のタイの人生は終わると、だって、うんうんうん、ビザがないし、働くことなければビザもない、うんうんうん、じゃあ、その今51の時に結婚しようって言ってる人がいたら、うん、彼と仲良くさえしてれば、うん、彼が生きてる限り
私が生きてる限りずっとタイにいられるんだなって、うん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 、でまた日本人の上司に相談したら、あのひろこさんにはその選択肢はいいと思う、うんうん、あのいつまでもその会社で働いて、うん、会社のビザが終わったら人生あの日本に帰国じゃなくって、うん、もっと深いタイのところに入っていっていいんじゃないのって、うん、で田舎に行くのもいいと思うよって、タイをより知るためにって言われて、うん、ああそういうふうに言ってくれる上司もいるんだって、日本人上司ね、うん、って思って、あの会社の方に1年後私はタイ人と結婚して辞めます、1年の間に私の間あの後の人を探してくださいって言ったんだけども、まあ結局探せずに私は辞めちゃって、最後まで、はい、最後まで引き止められましたね。なんかあのだからまあそうでしょうね、うん、それだけのだからある意味そういう部門のスペシャリストが少ない、そう部門のスペシャリストになっちゃってたんです、その時は、うん、でしょうね、うん、そうで、そのな、その名前があったからメソッドに行くってことになって、あのその評判がそのメソッドに会社を持ってる日本人 の、 その社長さんとこまで行って、すぐに拾われた、うん、今も同じような関連の会社でバンコクね、また違う、あ今は違う、あまた違うんですね、ま、す、すごいな、はい、でもアパレル関係っていうのは一致して同じ、一致してます、うん、アパレル関係、はい、はい、ありがとうございます。いや、長くなりましたけど。いやー、なれそう。ゲーム、ゲーム、ゲーム。あ、すぐ揺れちゃった。興奮して揺れちゃった。で、あの。ゲームですよ、皆さんね。オンラインゲーム。オンゲーム。はい、オンゲーム。はい、オンゲーム。危ないから気をつけてね。だそうです。はい。じゃあ、こう。うん、珍しい方だから。うん、じゃあ、次、5つ目ですね。5つ目の質問は、タイ人の男性は日本の男性と比べて違いがありますか、はい、優しさとか、まああもう優しいですねって言いますよ、うん、もう全然違いますね、あでもそれは私だから良かったのかもしれないと思ってます、うん、普通の日本人の一般的な日本人の女性が、はい、あのタイ人に優しくされてメロメロメロってなっても、うん、その女性生活力ないじゃないですか、だから、うん、あの2人でこうドドドドドってあの落ちていっちゃう、あでしょ、はいはい、でもまあ私の場合は、うん、あのまあ、時々ねあのすいませんコメントにも書かれるんだけど、はい、たまにね書かれるの、うん、あの、うん、そんなこと言ってオタクのご主人紐でしょって言われるんだけど、いやそうなんですよ紐なんですよって、で紐って言ってもいろんな紐があって、私の夫はあのなんていうの誠実な人、うん、であの私が バリバリに働くから、はい、バリバリに働くから、うん、それを抑えるような男性はダメなんですよ、うん、すごいね頑張ってるね、ご飯作ってあげるよって、そんなに大変だからあのゆっくり休んでねとかっていう、まあ、男女が逆、うん、まあ別にそれは全然いいんじゃないかと思います。そうそうそう、で前の夫とうまくいかなかった理由はここにあったんです。実はここはね、日本人男性の方はやっぱり自分が大黒柱だから女性に立ててもらいたい、はい、で私がそのビジネスをやることに対して前の夫は本当に反対してました。うーん、うーん、で私が自分の会社作りたいとかって言った時に、うん、もうあの最後にパーンって亀裂が入っちゃって、あ、うん、まあ要するに嫁でいろって感じですよ、あ昔ながらの、若いのに昔ながらの人だったんですよ、うん、もう今の若い人そうじゃないと思ったのにって、うん、私の世代ってあの OL が腰掛けであの結婚退職するんじゃなくて、うん、あの男性と同じように一般職になりましょうっていうのが、うん、第1弾だった世代なんですね、はい、私の世代からが、うん、あの女性も海外出張、うん、女性もあのなんていうの、あの昇進するっていうのが今の働き方改革じゃなくて過去昔の働き方改革みたいな女性の登用っていうのが始まった時代だったんですよ、はい、うん、で私はそれにこうあの、うん、乗っかって海外で働きたいとかって、はい、そのまあ、自分から言ったわけじゃないけど、うん、そのタイで働きたい、せっかくタイ人だからタイでビジネスしようよって旦那にすごい言ってて、前の旦那に、うん、で自分もやりたいとかって言ってたら、なんかもうメリ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 って言って、お前何言ってんだ、言うこと聞けみたいに言われて、あ私も若かったから、もうやりたいやりたいね、もうって、うん、もう一人でやるって言って家を飛び出したみたいな、バンコクでですよ、バンコクで一人でやるって、すごいね、それぐらいビジネスをやりたかったってことです、
で、実際ビジネスを立ち上げたの。立ち上げました。で、自分の会社で12年間やりました。それはどんな、やっぱ同じような。それはね、あの貿易、輸出業。輸出業。はい。じゃあ、何でもやりますって。買い付け代行、輸出業。なるほど、なるほど。ちょっと、あの、雑誌とかにも載りました。調子よくって。調子よくて雑誌とか載ったんだけど、あの、川島さん何年タイにいるんでしたっけ？僕は、まあ、完全移住したのは10年前です、うん、ちょうどぴったり10年前ですけども、タイとの関わりを持ったのはそれこそ2000年からです。あ、で2000年から2012年までは毎月タイに来てて、まあ、タイでもちょっとビジネスやりながら、日本がまあメインのビジネスで、タイでも同じようなビジネスをやりながらこうやってて、っていうのがあります。あ、素晴らしいですね。私が起業したのは1996年で、で通貨危機前だ。いやー、だから通貨危機1997年で ですよね、もう起業してすぐ通貨危機。あー、つらーい。それからその10年後リーマンショック。あーって。で、12年間頑張ったんですけども、はい、もうこの左内輪の時もあったし、はい、もうあのスクンビットにコンドミニアム買っちゃって、はい、車買ったり、はい、あの夜の遊び一生懸命したりとか、本当にね、散々遊びました、私もバンコクで、はいはいはい、で、羽振りがいい時から7つの地声を経験して、あ、で、まあ、通貨基地もやった、リーマンショックもやった、で、10年後にまた来るな、絶対来るな、うん、はい、その時に私は50代だからもう耐えられないなって、だったら今もう会社辞めて、リーマンショックの時で、リーマンショックの時に会社を辞めて畳んで、誰か畳んでとか売っちゃったんですけども、私はサラリーマンになろうって。あ、なるほど。まだ使える、今の年齢ならまだ使える。うん、うん、そうで、あの拾ってもらって、そこからこう、あの新たにこうキャリアを積んでいって、すごいパワフルですよ。はあ、よくやってました。バンコクの中に7店舗持ってたんですよ、私。すごい。素晴らしい。毎月100万バーツ以上入ってた。すごい。それが通貨危機とかリーマンショックで、あれよあれよあれよ、まあ、ヒューって。行くときはね、僕も、ね、こういう状態からこういう状態を経験してきたんで、これ非常に、まあ大体自分でビジネスやると5年で何か1回あるんですよ。ありますよね。5年後周期で。やっぱビジネスされてた方ならわかると思うんですよ。5年で何かしらあって、で耐えるんですよね、そういう時って、はい、でまた次がまたあって、その時にダメになったりすることが多かったです、ね、ですから20年持つ会社ってほとんどないんですよね。いやー、だから私も持ちませんでした。12年で終わり、ね、うん、年齢的なこともあるしね、はい、うん、でもが逆に今考えると正解だったのかもしれません。そう、結局今の自分があるのは各の選択の結果ですから、違う選択をしてたら違う自分になってたんでしょうけど、うん、でもあの独立して自分でその社長業をやるっていうかね、っていうのはものすごくいい経験でした。本当に良かった、やって、ね、離婚をしてまでっていうか、もうやって価値があったって思ってます、うん、あのままやってなかったら私もなんか本当は起業したかったんだけどなって、今どうなってたか分かんない。あの経験があるから、サラリーマンなんか何言われたって、結局は月末になったらお金もらえるんだし、自分でそのビルから飛び降りなくたっていいし、うん、ねえ、怒られてたって本当に怒られてるのは仕事をしてる自分だって、別に自分の価値が下がるわけがないし、うん、サラリーマンって楽だな、こんなにいい仕事がやっぱりを最初その軽く見て社長業やりたいなと思ったけども、結局あのね、 OL、 日本で OL やってて、それからあのタイで、まあ、主婦やって、まあ、ちょっと働いたりもしたけども、はい、結局独立して、その後またタイで就職すると働くっていうのが、まあ、あのやこっちをやってみないとこっちがわからないみたいな、まあまあそれありますよね、うんうん、僕もだからタイに来て現地採用を働いたのが、うん、僕ずっと社長業だったんです。日本ではずっともう、まあ親父がね、うん、僕会社をやってたんで、それの流れの中で、まあ、うちの親父はまあバブルで倒産したんですけど、まあ、倒産する前に僕はその会社入って、うん、で仕事を覚えてから、もう親父の会社がなくなってから自分で独立したっていう、だからもう24の時に独立してたんで、すごいです、すごいです、うん、素晴らしい。だからそれからもずっと違うね、やっぱりねずっとね、自分で仕事をずっとやってきてて、うん、
でタイで初めて正社員になったっていうか、お給料サラリーマンになったっていうか、今まではだから経営者側にいたのに、そう非常にいい経験をね、まあ3年間だけだったんですけど、いい経験をさせてもらいました、ね、最初にその私が会社を自営業の会社を辞めた時に拾ってくれた会社が実は今の会社なんです。運命ですね。そう、運命で、その最初の私が辛い時に今の会社が拾ってくれて、で実は今の会社は取引先だったんです、私の。あ、なるほどね。だから取引先の社長が来るってことになって、その会社が、あのひろこさんって社長やってて、取引先の社長さんどうしたのって、なんでうちの会社に来るのってざわざわざわってなっちゃったらしくて、で会社は辞めましたので、私は自分が社長だったから、どういうスタッフがいいっていうか、いいスタッフだったら分かってます。7店舗やった人は分かりますよ。それになりますって言って。そう、あ、じゃあそりゃ その社長さんとして見れば非常にすごい戦力を得たっていう感じ。その社長が、また次の会社に引っ張ってくれたっていうね。就職活動っていうのはあんまりしなくて、拾われながらこうキャリアを積んだって感じです。今回もね、コロナで3年間苦しむってか、最初の2年は大して苦しまなかったんだけど、最後にどうしようってなってて、これ娘のすねかじらなきゃいけないだなって言って、で娘からはすねかじるなんて最後の最後、お母さんそんなこと言わないでって言われて、そりゃそうだよなって、情けないって、なんかね、こんなまだいろんなことができる年齢なのに情けないとかって思ってたら、自分の会社を辞めた時に、その拾ってくれた社長さんからまた電話かかってきて、今ちょっと日本人募集してんだけど来ないって。素晴らしい。で、前みたいな給料上げられないけど、最低賃金の5万バーツでどうって言われて、素晴らしい。いや、もう行きます、うん、いや、この時代ね、5万バーツは、タイの5万バーツはでかいですからね、この円安ね。掛け4ですからね。掛け4ですからね。掛け4ですから。掛け4って2ですからね。いや、掛け4で日本で20万稼ぐのも大変ですから。僕今フリーランスでね、やってますけど、大変ですよ。いや、そういうチャンスが、それはやっぱり今までの実績を積み重ねた結果ですからね。というようなお話をまず。いただき、前半ちょっとね、これで終わりたいと思います。はい、後半また。あ、後半。はい。はい。